はい、こんにちは。文法演習問題7回目です。今回は、早稲田大学の問題、法学部ですね。これ持ってきましたから、ぜひチャレンジしてみてください。どうぞ。はい、じゃあ解説しますね。今回のポイントは熟語になります。早慶受ける人、今熟語すごく詰めてると思うんですけど、これね、うまく使えないとダメですね。はい、じゃあね、教えていきましょう。まずこの問題、これ見た瞬間に、まあ早慶さ、時間が足りないから去ってみて、すぐに知ってる知識に飛びついてしまう人、中にはいるんですけど、例えばこれね、オンアカウントって見た瞬間、これで2番のオブにする人が結構いたんですよ。これね、オンアカウントオブで何々のためにっていう原因を表します。ですが、それ選んで学生に聞いたんですけど、なぜそれにしたか、まあその熟語が目に入ったからみたいな返答だったんですが、その熟語で使われてるかどうか分かんないじゃないですか。これは英語学習でよくあることで、知ってる知識に飛びつくってことがあるんですけど、どう使われてるかは毎回の文構造によって変わります。ですからそれをね、皆さんは今回特定しないといけません。はい、じゃあいつも通り文の頭からね、構造を取っていきましょう。まずはこいつ What、 これは前回の動画でお伝えしたんですが、 5W1H というのは2つポイントがあって、塊と品詞の移動ね。塊と品詞の移動、どういうことかちょっと復習しましょうか。 What is important is 重要なのは何とかだみたいに、まあ、英作でも使えるんですが、この表現ね、What がここからまずはここまで塊を作ってます。これが1つ目のポイント。そしてもう一つは、この What は中に来る文構造として働いていますね。これが品詞の移動といって、ここにあった主語がこいつですよとなっています。だから 5W1H を見たら、塊を作るだけじゃなくて、しっかり文構造を取りましょうねって話ね。これめちゃくちゃ大事なんですよ。ですから、今回だったらWhat から、これは名詞の塊ね。What は大抵もう名詞節しか作りません。だからここから主語が全体スタートして、じゃあそれがどこまでいくかっていうのが大事ね。じゃあ What の直後に続く塊を見ていきましょう。What が S で had been going on ですね。これが V です。はい、でここでちゃんと構造止められましたか。今回初めに What から S が始まって、ここまでが一つの構造にしないと文章の V がなくなるんですよね。だからこの Going on、 この on は前置詞じゃなくて副詞の方でした。 Go on で何々続くみたいに、いろんな訳し方持ちますし、まあ、難しいんですけど、今回は文の構造が S と V という形じゃないと構造が揃いません。で空所には前置詞を入れて、直後に名詞が来ますから、これが M として前のアカウントとつながります。はい、これが正しい構造の取り方ね。でこれで、ちゃんと訳して解いていくんですが、まあ、これで分かったでしょうか。オンとアカウントは別につながってませんね。何が起こっていたかじゃなくて、起こっている、起こっていたことがっていうこの主語があって、起こっていたことが彼らの不審のなんとかだっていうふうな意味なんですが、じゃあこれで見たら、はい、オンアカウントオブは違いますと。じゃあもう答えはどれかというと、こいつですね。4でした。まあ早慶志望だったら当たり前にしているアカウント4ね、説明するとかそういう意味です。で、今回は起こっていたことが彼らの不審の原因となってるっていう意味ね。じゃあちょっとね、このアカウントについて復習しておきましょうか。アカウント4、こいつは、いろんな訳し方がありますが、まあ、3つ押さえましょう。もともとアカウントって単語は計算に入れるって意味ね。カウントするってことだから、何かを計算に入れる。そこから締める。要はグラフで言ったら 40% をね、言ったらカウントしている、説明しているってことで締める。で説明する、まあ、締めている、グラフで締めているということはその分だけ何かを説明してますね。であと一つはこれですね、なんとかの原因となる。例えば、事故の原因となるというのは、事故に対して例えば、ね、不注意がカウントされてるわけ、不注意が計算に入れられてるんですよ。だから、何とかの原因となるという意味でも使います。まあ、その他にも所在を確認するとかね、まあ、要はちゃんとお前らいるかってそういう意味もあったりしますが、まあ、このねアカウント4、締める、説明する、原因となるぐらいはしっかりと覚えておきましょう。はい、で今回はこのように、ちゃんと構造をとって、どの知識で使われてるか判断できたら答えが出ましたが、これは空所補充というか4択文法だけじゃありません。空所補充でも下線部以外でも実は早慶って時間が足らないから、せっかく読む力をつけていても答えをね合わすことができない人、これはねしっかり狙われてる一文の構造をとって何が問われてるか、つまり正しく訳せば分かるんですよ。だから時間が足りなくても問題の部分はしっかり読んで訳そうという視点を忘れないでください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。